ポコニャジは。今日はこちらのコースをプレイしていくよ。あ、ポコニャン専用鬼畜スピラン。やばそうじゃねえか。でもほら、ポコニャン大好きって書いてあるし。え、気がないんじゃない？ポコニャン大女子かもしれないぜ。いや誰が女子だし。専用ってことは何かあるのかな？どのあたりが鬼畜なのか見物だな。しまった最初はコースのサムネで見えてたね。いつも死ぬんだからたまには対応してよね。まずは壁キック。このドッスンはアバネを投げ入れるわけでもないのね。あれ届かなかったぞ。結構高めのジャンプじゃないとダメっぽいね。ゴイン。お、高さはバッチリだな。なんだその場面の活用。ふ、僕ぐらいになればこのように変幻自在に操れる。本当はただのまぐれです。絶対嘘だと思ったわ。あはは、それよりこんな感じで進めばいいかな。ってなんだよこのバネは。いやらしい配置ね。さすがポコニャンに向けられたコースだな。どういう意味だし。まあいい、とりあえずあのバネではブレーキしなきゃいけないね。もうちょっとスムーズに行けたらいいんだけどね。さあ裏エリアね。このハテナブロックはデカパックンが出てきたね。ちょ、何よこの隠しブロック。なくてもいけるのにね。あもう逆にやりにくい。なあ、土管が2つあったよな。これは上に入るパターン。で、いけないんだけど。なんだ、結局普通に行けばいいのね。さあ、どんどん行こう。あ、ネットをどんどん投げていくのね。これは結構得意だからサクッと行ける。ここは結構入り組んでるから時間を取られちゃうね。さあ、もうあんまり時間がないぞ。デカパックンのところでグダグダしてたからね。あれはしょうがないでしょ。なんかどっちからでも行けるみたいだな。ああ、もうすぐそこゴールだったのに。ま、これはしゃあなしなんだぜ。さて、このコースのおさらいだよ。結局最初のバネはどうやって使う？うん、こうやって投げちゃってそのまま乗るよ。空中バネじゃんも考えたんだけど幅が狭くて逆にやりにくいからさ。そしてここは安定のブレーキ。しゃあなしね。さあここは。ほいっと。ああ、さらっとブルニャンしやがった。あはは。何のことかな？で、そこも上から抜けてんじゃねえか。そやまあ。入り組んでるところをやらなくていいから。はあ。タイムを縮められるってわけね。もしかしてポコニャン専用って、ズルニャンさせるために作られたコースなのか？そうかもしれないわね。さあ確実に。シャーボルダー。はい、というわけで無事にクリアすることができました。まあ、わかりやすくズルニャンさせてくれたわね。せやな、まあタイムもそこそこいい感じのが出たしよかったんじゃねえか？よし、一番乗り。40秒スピランなのに10秒以上も余ったわね。ズルニャンの影響はでかいな。よし、これからもズルニャンを磨きまくってできそうなところはどんどんするよ。で、そこ磨くんじゃねえよ。さて、コース制作者のゆきころさん、ありがとうございました。このコースの ID は動画概要欄に記載しておきますので、よかったら皆さんもプレイしてみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。